およそ1週間ぶりに退院です東京都は過度の疲労で入院していた小池知事が今朝退院したと発表しました明日以降の公務は当面テレワークで行います小池知事はコロナ対策のただ中オリンピック直前の大切な時期に公務を離れ心よりお詫びしますとのコメントを出しました